ロシア内戦、ロシア内戦、ロシア内戦、ロシア語、グラジュダーンスカイアバイナーブラスイーイは、1917年から1922年にかけて、旧ロシア帝国領で争われた内戦である。1917年のロシア革命後に成立した、ボリシェビキ政府は、1918年3月に、ドイツとブレストリトフスク条約を締結した。この条約は、 ロシア連邦共和国にとって苦渋の選択だった。2月に開始されたドイツ軍の進撃を食い止めることができなかったボリシェヴビッキは現在のバルト三国、ベラルーシ、ウクライナにあたる広大な領域をドイツに割譲しなければならなかった。ロシアに極めて厳しい条件を課したこの条約に刺激され、ロシアの内外で反ボリシェヴビキ運動が活発化し始めた。 このようにして発生した内戦の多くは1920年までに終結したが、1922年に至るまで大規模な反乱、放棄が散発している。シベリア園海州における白軍政権の崩壊をもって内戦は終結した。ソビエト連邦の歴史学では、慣習的にロシアという言葉を用いず、1917年から1922年にかけての内乱、 国内戦、諸外国による軍事干渉といった用語を用いていた。これは、舞台となった地域の大半が、その後ソ連領となったこと、ポーランドソ連戦争やウクライナにおける民族運動、バスチ運動、中央アジアにおける列強の干渉を含むためである。内乱は主に赤軍、共産主義者、十月革命側と、白軍、ロシア右派、共和主義者、君主主義者、 保守派、自由主義者の間で戦われた。ウクライナなど、地域によってはこれら両者に、ボリス・サビンコフなどの率いる、緑軍、社会革命統計、農民パルチザンや、ネストルマフの率いる黒軍、アナーキスト、さらには、民族主義者が参加する場合もあった。白軍には、英仏日米などの強商国、赤軍側からは、干渉国と呼ばれるが直接、 間接に支援を行っていた実際に戦闘が行われた前線は、北西、南方、そして東方の三戦線に分けることができる。その期間についても三期で構成されている。第一期は十月革命勃発から、ブレストリトフスク条約による休戦までを指す。この期間は、ドン川流域一帯で形成した白軍との間で、戦闘が生じ、さらに東部では、 サマーラの憲法制定議会議員委員会、コムーチとオムスクの民族主義者政権の二つの政権が誕生していた。白軍側は複数の兵力が別個に放棄しており、連携は見られなかった。この中には、チェコ軍団、ポーランド第五ライフル師団、親堀シェビキのラトビアライフル大隊などがあった。第二期は内戦の鍵を握った機関で、 1919年の3月から11月にかけてである。南方からデニーキン指揮する白軍、北西からはユデニチ軍が、そして東にはコルチャークが勢力を拡大し、それぞれモスクワペトログラードへと向かって進撃していた。しかしトロツキーにより編成された赤軍により6月にコルチャークが、10月にはデニーキンとユデニチがそれぞれ押し返された。 11月中頃までコルチャークとデニーキンの部隊はほぼ、死産していた。第3期は、クリミア半島を舞台にした白軍の最後の戦いである。ブラーンゲリ将軍が、デニーキンの敗残兵をまとめ、クリミア半島に立てこもった。しかし、ポーランドソビエト戦争が終了すると、全勢力をこの方面へ集中することが可能になった。赤軍が白軍を圧倒するようになり、 1920年11月に内戦は終了した。2月革命後の臨時政府とソビエトの二重権力状態の中で、初めにボリシェビキに反旗を翻したのは臨時政府を率いるケレンスキーであった。1917年11月、彼はペトログラードの士官学校生徒を用いてボリシェビキの機関士の印刷所を占拠するなどしたが、赤軍によって 直ちに鎮圧された。アメリカ国旗が翻る,る自動車に乗って、ペトログラードを脱出した。彼は、プスコフに到着、ピョートルクラスのフを陸軍司令官に任命して、ボリシェビキに対する反撃に出た。部隊は、チャールス・コエセロを占領したが、翌日プールコボ付近の戦闘に敗北し、ケレンスキーは亡命、クラスのフは捕獲された。これ以降、ボリシェビキに反旗を翻したのは、 低世紀からのロシア軍の将軍たちと臨時政府に忠誠を誓っていたコサック軍であった。校舎の代表としては、アレク・セイカ・レイジン、ドン・コサック軍、アレクサンドル・ドュトフ、オレンブルク・コサック軍、グリゴリー・セミオーノフ、ザバイカル・コサック軍などがある。11月に入ると、1915年からロシア陸軍の参謀総長を務めていた。 アレクセイエフがノボチェルカースクで、アレクセイエフの組織、後の義勇軍を組織し、ボリシェビキ政府に対して反乱をこかけた。12月には、ラーブルコルニーロフ、アントオンデニーキンをはじめとする将軍たちが合流し、カレージン率いるコサック軍とも連携して12月中に、ロストフナ、ドネを占領した。しかし、コサック兵は戦意に乏しく、 翌1918年1月に、ブラジーミリアントーノフイコールオフセイエンコヒキ赤軍が反撃に出ると、多くの兵が逃亡し、カレイ人は自決した。アントーノフ軍は、ロストフナ、ドヌを占領し3月末には、ドンソビエト共和国が設立された。白軍は、クバーニカワ一帯にまで撤退し、クバーニコサック軍と共に、 エカテリノダールを目指したが、赤軍に敗北しコルニーロフは4月13日に戦死した。指揮権を異常された。デニーキンはドーム川にまで撤退し、徴兵によって軍の再組織化に努めた。1918年春になると、メンシェビッキと社会革命党が内乱に介入してきた。1918年の憲法議会選挙において勝利したものの、 他の勢力とは違い軍事力を持たなかった彼らは、1918年7月に、ラトビアのライフル隊の放棄に失敗すると、チェコ軍団と連携を図るようになった。第一次世界大戦中、オーストリアイコール、ハンガリー帝国の支配下にあるチェコでは、反オーストリア感情が高まっていた。これに目をつけたロシアは、チェコ人捕虜の首謀者からなる、チェコ軍団を組織し、 1917年10月には、その数は3万人を数えるまでになっていた。臨時政府と連合軍との合意に従い、西部戦線に送られるために、ウラジオストクに向かっていたチェコ軍団は1918年6月に、チェリアンスクで反乱を起こした。数ヶ月のうちに、チェコ軍団は、シベリア鉄道沿いに勢力を広げ、西シベリア一帯とボルガ、ウラル山脈一帯の一部を、 勢力化においた。メンシェビキと社会革命党はボリシェビキの食料配給制度に反対する農民の一部を味方につけた。1918年5月、チェコ軍団の協力を受け、彼らはボルガ川沿い都市サマーラとサラートフを支配下に入れ、憲法制定議会議員委員会コムジを設立した。7月に入ると同委員会は、 チェコ軍団の影響下にある地域のほぼすべてを統治するようになった。彼らは対ドイツ戦を継続し、自らの軍を組織し始めた。この他にも保守派、民族主義者による政権が、バシキール人、キルギス人、タタール人などにより組織された。西シベリアのオムスクには、臨時シベリア政府が設立され、三名の社会革命党員、アベクセンティエブ、ボールデレブと、 全人ノーブと2名のカデット、ビノグラードフとボルゴゴドスキーにより、政権が運営されていた。この暫定政府によって1918年7月17日に、シベリア共和国の独立が宣言された。この政府の実権はすぐに、アレクサンドル・コルチャークが握るところとなった。11月18日、コルチャークは、クーデターを起こし、 それまで統治に当たった5人の評議員を逮捕した。コルチャークは自身を帝徳へと昇進させ独裁性を敷いた。ボリシェビキにとって他の政権が独裁性を取ることは政治的な勝利に他ならなかった。しかしコルチャークは軍事の際に恵まれており、ベルミを占領しさらにその領土を拡大し始めた。一方、ボリシェビキ政府では7月の 第5回ソビエトの開幕中に事件が発生していた。2名の左翼社会革命党党員がドイツ世論を奮撃させようとして在モスクワドイツ大使を暗殺した。他の社会革命党員は数名のボリシェビキ指導者を監禁し、赤軍のボリシェビキ政府に対する放棄を呼びかけた。ボリシェビキは反乱を鎮圧し、レーニンはドイツに個人的な謝罪を行う。 西部戦線の状態から見て、ドイツの報復がなさそうだと悟ると、レーニンは、左翼社会革命党の弾圧に乗り出した。多数の党員が逮捕された。これに対し、1918年8月30日に、再びテロが発生し、ペトログラードチェーカーの議長モイセウリツキーが死亡、レーニンが負傷した。現場に居合わせた、左翼社会革命党員が逮捕された。 ただし真犯人は別にいるのではないかとする説は未だ根強い。この事件に対してボリシェビキは大規模な報復を行った。メンシェビキと社会革命党はソビエトから完全に追放され、反革命のレッテルを貼られた者の多くが逮捕され、裁判なしに殺害された。1920年には、赤軍はニコライフスクを占領すると市民数千人を虐殺し、 巨流日本人数百名も皆殺しにされた2港事件。ボリシェビキはロシアの人口中密地帯を支配しており、1921年には数百万人もの兵士を徴兵により母兵することが可能であった。それに対し白軍の兵力が25万人を超えることはなかった。ボリシェビキの支配地域にはロシアにおける主要工業地域が含まれており、 武器の供給においても圧倒的な有利にあった。鉄道の路線も赤軍が支配しており兵士、装備の輸送を効率的に行えた一方で、白軍は互いに分断され、政治的、民族的に見ても統合される可能性はほとんどなかった。加えて、白軍の司令官は、帝政時代の貴族や地主が大半であり、彼らは占領地で、 旧体制の復活を望み農民から土地を取り上げたため民衆からの支持を失った。もう一つの要因は赤軍の規律と指導力が白軍に勝っていたことである。レフトロツキーはブレストリトフスク条約調印後の1918年に軍事担当の人民委員に任命された。彼は優れた演説家であるだけでなく赤軍の組織化にも才能を発揮した。 コルニール府による反乱の際に暫定政府によって組織化された赤英軍を元として徴兵により赤軍を作り上げた。彼は列車を駆使し各地を回り赤軍の士気を高めることに成功した。彼の取り決めた規律は幻覚を極め脱走兵は直ちに射殺された。軍の忠誠を維持するためにボリシェビキの任命する政治将校が設けられるようになった。 トロツキー自身は軍事作戦に直接関与せず、赤軍に参加していた7万5千人もの士官たち、その多くは職業軍人が白軍との戦闘を指揮した。内戦終結後のロシアは国土を再統一できたものの、荒廃と破壊の極地にあった。内戦中赤軍と白軍、両軍の手により一過利産を余儀なくされる民間人も珍しくはなかった。 片方の軍が残虐行為を働くと、もう片方もそれに劣らない報復行為に及んだと言われている。レーニンの下で誕生した秘密警察チェーカーは、令状もなく無制限に市民を逮捕できたため、多くの人々が無実の罪を着せられて処刑された。1920年から1921年にかけて、発生した干ばつが事態をさらに悪化させた。 レーニンは、市場経済廃絶のために飢餓に苦しむ地域に、救援の手を差し伸べる度、ろ化逆に食料を強制的に挑発し、多くの合死者を出した。革命勃発からわずか数年のうちに、およそ800万人が死亡したと推定されている。ドミトリー・ボルコゴーノフは、ロシア内戦における、ボリシェビキの残虐行為を、低制ロシア時代の悲劇すら色あせて、 見えるほどの非人間的行為と非難している。戦闘、飢が無政府状態にある地域を避けて数百万人がロシアの地を離れた白系ロシア人も参照。極東、日本を経由して欧米に脱出するルートがしばしば用いられた。ヨーロッパに渡らず日本に残った者も,も多い。亡命した人々やその子孫には後に芸術家、政治家、果ては プロ野球選手、スタルヒンなどとして活躍した者も,も多い。戦時共産主義の採用により、ソビエト政府は内乱を乗り切ることに成功したが、経済状態は戦前に比べて絶望的に悪化していた。個人による生産や取引は禁止され、新しい経済体制では十分な量の商品を供給することができなかった。1921年の高工業生産は、 第一次世界大戦以前の20%にまで悪化し、多くの生活必需品の生産は停止した。例を挙げると、麺、鉄の生産量はそれぞれ戦前の5%、2%にとどまった。1921年の高地面積は戦前の62%に減少し、生産量は37%に過ぎなかった。 工作場の頭数は1916年の350万頭から1920年には240万頭に、牛は580万から370万にまで減少した。米1ドルに対する換算レートは1914年は2ルーブル、1920年は1200ルーブルであった。1920年代後半のロシア経済は急速な回復を遂げたが、 第一次世界大戦とロシア内戦はその後のソ連社会全体に深い爪痕を残した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。